八丈町は、東京都の東所部に位置する町、伊豆諸島南部の八丈島及び八丈小島を、町域とする。八丈小島は、現在無人島である。八丈島及び、八丈小島も参照ランドサット、衛星写真玉石垣、調整志向60周年記念誌より八丈町が、属する東部選挙区から選出される、東京都議会議員の定数は一議席である。 衆議院参議院東京都選挙区に属する。選出議員についての詳細は東京都選挙区の項を参照のこと。八丈島空港底土港現在の八丈町は大賀号、峰、根、貸立、中野号、末吉のご集落からなる。これらの集落は1908年に八丈市町が設置され八丈島に 町村制が施行された時は、それぞれが独立した自治体であった。八条富士と三原山の中間にある平野部に存在する大河口と峰を合わせて坂下地区、三原、島民はほとんど坂上、坂下で区別する。この坂上地区と坂下地区は、日露戦争の戦勝を記念して作られた大阪トンネルを境に分かれており、このトンネルが完成するまでは、 呂地区を行き来するには山を越える必要があった。2020年7月現在、町の人口約7300人の内約6000人が、坂下地区に在住している。今でこそは利便性などもあり、坂下地区に人口が多くなっているが、大昔島に人が住み着いた頃は、水源が豊富であることから河立地区に人が多く、集まっていたという説がある。八丈富士周辺は、 大河号とミネに属し、通称英語地区と呼ばれている。ミネ川の東地区はさらにミネ英語地区と称される。かつては多数の農家が入植し、小学校の文教場が置かれたこともあったが、利便性などの事情により、現在は農家がわずかに存在するだけである。地方ではよくあることだが、各集落内は部落と呼ばれるさらに細かい区域分けがされている。秋に、 各地区で行われる運動会では部落対抗リレーが行われたり、祭礼も部落ごとに行われることがある。一口に八丈島といっても、集落ごとに住民の気象に明らかな違いがある。また、言葉についても、地元の住民によると、同じ坂下地区でも大河港と峰では微妙にアクセントが異なるとされている。八丈島地熱発電所があり、 八丈島のベースロード電源となっている地熱発電所は現在関東地方唯一のものである地熱発電所にはかつて風力発電設備が併設されていたが2014年3月に廃止ミネ郵便局中野豪郵便局では土曜休日にも郵便窓口を営業七島信用組合八丈島支店ありがとうございます